こんにちは、リーキッチンです。9月18日日曜日、島端に行ってきました。昨日土曜日に何人かのインフルエンサーさんの新作が発売されたんですけど、昨日行けなかったので今日行ってきたんですけど、一番欲しかった商品が購入できたので良かったです。あとゆっくりとセール品も見てきましたので、そして何点か購入しましたのでご紹介します。それでは早速見ていきましょう。はい、1点目はこちら、田中里奈さんのワンピースです。もうこれが欲しくって、他の YouTuber さんも結構購入されていたので人気でもないかなと思ったんですけども、このチャコールグレーとあと薄い灰色もありまして、そちらどちらもあったので、こちらも試着して決めることができました。私はこのチャコールグレーを購入しました。私のカラーだからか年齢的なのか、こちらの色の方が落ち着いて、はい、落ち着いたように見えたのでこちら購入しました。後ろこんな感じで、ほんわりとしていて可愛いですよね。少し袖は少しだけ短めなんですよね、はい、こちら田中里奈さんがベストと、今流行りのベストとですね、ボアベストと合わせてきてたので、後ほど合わせていきたいと思いますね。 TNT ティアード OP M サイズ、税込み価格1969円、品番が518-1613です。はい、こんな感じです。少しだけ袖短めですね。肩も可愛いですね。ポケットはないのが残念ですね。ね、あと裏地もついてないです。でもなんかベロワ生地のように少し光沢があって深見えしますよね。田中里奈さんが今流行りのベストと合わせてたので、後ほどコーディネートしたいと思います。下の方もちょっと今写してないんですけども、後ほどコーディネートした時に全身写したいと思います。あと田中里奈さんのもう一点欲しかった洋服が700円台のとても安い服、あちらはもう完全に売れ切れてて、どのサイズもなかったんですけども、黒と白のプルオーバー、セーターのようなプルオーバーが欲しくてあったんですけども、ちょっとここにステッチがついておしゃれなタイプなんですけども、そちらが税別で1400円台だったんですね。そちらを高見えするように着こなせる自信がなくって、今回は諦めたんですけど、でもやっぱり買っておけばよかったかなってちょっと今後悔しています。とっても可愛かったんですよね。すごく安くってセーターのような生地なんですよね、はい、もしまた今度あったら試着してみて購入するかもしれません。あと土曜日の新作でサッピさんのバッグとアクセサリーもあって、とても可愛かったんですけども、大きなボアのこんな形のかなり大きなカバンがあったんですけども、持ち手が一つだったんですね。でちょっと不安げだったので今回は購入するのを諦めました。そしてセール品を買ってきました。こちら可愛いんですよね。なんと550円なんですけど、テラさんの T シャツです。こちら試着してみたんですね。そうしましたら少し長めなんですね、袖が。で丈はなんか見た目短いんですけども、着るとちょうどだったんですよね、はい、ですので、娘にも着てほしいなっていう思いもあって、可愛いですよね、はい、でも私もなかなか着ていける感じだったので、私が着るかもしれないんですけども、はい、購入しました。嬉しいですよね、550円。こちらTRW フットボールT M サイズ中緑、税込み価格979円が550円になっていました。こちら白がモチーフで、中の字がグリーンのテラさんの分ありましたね。そちらもそちらの方が丈が長かったんですね。なので少し違うんですね、色で作りが、はい、とっても可愛いですよね。これはかなり嬉しいです。生地もしっかりしています。はい、着替えてみました。袖結構長いですよね。だからまだまだこれからの時期ちょっと秋からっぽくも見えますし、いけますよね。ポケッ
丈はちょっと短めですね。でもスカートとか、まあ、いい感じですよね。スタイルはよく見えそうですね。可愛いですね。85番とっても気に入りました。はい、次にご紹介するのもこちらベール品です。星玲奈さんのシースルーのソックスです。こちらなんと300円が100円になってたんですよね。去年の秋頃も私購入したんですけど、とっても可愛くて、靴に合わせると、特に大人女子の方なんか、こういうちょっと透けた分でラメが入ってると履きやすいんですよね。全力でおすすめしますね、このソックスは。しかも見つかると本来なら900円なのに300円なんですよね。すごく見つけた時は嬉しかったです。中黒と、淡い黄色、もうベージュみたいな、ちょっとゴールドですね。あと中白、こちらシルバーですね、はい、ソックスの下の方にかかってましたので、いろいろセール品ございましたね、他にも。で今回、プチプラのあやさんが新商品で、そういうお安いソックス出されていましたね。そちらもロゴがついてるタイプで、とても可愛かったです。それでは早速手持ちの洋服と合わせてコーディネートしたいと思います。はい、テラさんの82番の T シャツに、のりこ&ようこさんのカーキのスカート、足元さんはムームさんのスニーカーです。この上の T シャツを息子のサッカーのチームの赤の T シャツに、ここ番号16番ってついてるんですけど、そちらと、あとこののりこ&横さんのスカートと、モムさんのスニーカー、あとリュックでこの格好で行きましたね。お弁当も持って行って一日中なんで、このスカート伸縮性があってすごく楽なんですよね。スニーカーもとっても楽です。はい、上の T シャツ出しました。やっぱりいいぐらいの丈ですね。とても可愛い T シャツ、こちら550円で買えて嬉しいです。3連休もお弁当持ちで、3日とも息子の試合があるんですけども、今日は夫に行ってもらいました。明日は台風でないんじゃないかなと思ってます。はい、丈もこちら、お尻は隠れないですけども、いい具合ですよね。どういうですかって感じですよね、一瞬。はい、江田さんのジーンズに合わせました。やっぱりジーンズには T シャツ可愛いですよね。出してきても本当にいい丈で、いい具合ですね。とっても可愛いですよね。あ、買ってよかったです。田中里奈さんのワンピースに、星玲奈さんのシアラメのソックス、足元はムムさんのショートブーツです。あ、こちら星玲奈さんのシアソック買って正解でしたね。はい、こちらシルバーと濃いグレーのワンピース合いますよね。あ、とっても可愛いですね。袖少し短めですよね。あ、でも可愛いですね。3段になってますね、スカートの方。はい、はい、足元こんな感じです。可愛いですよね。やっぱりちょっと私ぐらいたちのこのアラフィフ世代だと、このシアのソックス履きやすいと思います。がっちりとしたソックスだとちょっと目立つんですよね。どこじゃ透けてるタイプ、履きやすいかと思います。リュックと合わせてみました。あ、やっぱりちょっとこういったカジュアルな感じ合いますね。可愛いですよね。もうとっても気に入りました。素材もすごく柔らかくて気持ちいいですね。で軽いですし、はい、ゆったりとしていますし、ワンピースの丈が身長160センチの私で、ふくらはぎのあたりなんですね。いつもくるぶしあたりの長いスカートを履くので、今回少し短めなんですけども、まあ、これぐらいの丈だと、ソックスと合いますよね。はい、田中里奈さんがされていたコーディネート、このボアのベスト合わせたかったんですよね。足元は、星里奈さんのシアラメのゴールドの分ですね。そして、トールバイユミさん、はい、こちらの靴を合わせました。可愛いですよね。はい、こちらのソックス本当100円なんですけど、購入できてよかったです。ボアベストやシャギーベスト本当流行ってますよね。今回はインフルエンサーさんが皆さん出されてるんじゃないでしょうか。はい、後ろのボタンのあたりこんな感じです。購入品紹介は以上です。少しでも良いと思ってくださったなら高評価を、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。